ホンダフリードホンダフリードスパイクフリードスパイクはホンダ技研工業が製造販売していたトールワゴン型の小型乗用車である本項目ではハイブリッドカーのフリードスパイクハイブリッドについても記述する同社のミニバンフリードをベースに3列目のシートを配する代わりにフィット同様のダイブダウン式の2列目シートを採用し反転式のフロアボードとサイドポケットを設けることで カーゴスペースの使い勝手を追求したモデルである。名前からもわかる通り、かつて同社で販売されていたモビリオスパイクのフリード版にあたる。開発キーワードは可能性搭載コンパクト。フリードが登場した際にはフレックスという2列シートモデルが存在していたが、フレックスには蒸気の装備がないという決定的な違いがある。なお、この違いは主として、 過失口と過失長に現れており、2列目の格納に、ダブルフォールディング式を採用するフレックスに対し、ダイブダウン式を採用するスパイクは、過失口では劣るが逆に過失長では2メートル長と、勝っており、車内パックなど大人が楽に寝られるだけの長さを確保している。また、ヘッドライトやバンパー、フェンダーなどといったフロント周りを専用品にすることで、 フリードとのキャラクターの違いを明確にしている反面、フリードに設定されるドアミラーウィンカーは前期型においてはオプションも含め全てのグレードで設定がなかった。リアのエンブレムはスパイクロゴのみが配される。駆動方式とトランスミッションの組み合わせは限定されており、FF 車は CVT、4WD 車は5速 AT となる。また、フリードと同様に全車、 平成17年基準排出ガス75%低減レベル認定を取得するとともに FF 社は平成22年度燃費基準プラス25%を達成している。中期型フリードスパイクハイブリッドジャストセレクション同社内初代。ありがとうございます。